談話室吉澤。ようこそ談話室吉澤へ。俳優吉澤亮さんの作品やお芝居、ご活躍について語っています。お相手はあんこが苦手な私桜餅、ピアノは友達のウイローさんときびだんごさんです。それでは本日も勝手な推し語りにどうぞお付き合いください。5月3日、今日は何の日？吉澤亮さんの日。パチ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 。過去のこの日にどんなご活躍があったかをピックアップしています。2012年仮面ライダーフォーゼスペシャルイベント、天の川高等学校春の学園祭スペシャル、 DVD になってるあれですね。今日と明日、3日と4日、2日間で行われています。2015年春の藤原祭り、源義経公吾妻下り行列、義経役でご登場。これがもうむちゃくちゃ素敵、キラッキラ。もうその立ち振る舞いの神妙さの感じがね、もう本当に王子です、王子。2017年ラストコップザムービー公開、ご本人からのメッセージとふなっしーとの嬉しそうなお写真公開。2018年、変わらず映画マーマレードボーイのキャンペーン中でアメモバのモルルさんを振り回したりしているお写真などが公開されています。2019年、 NHK チコちゃんに叱られるご登場。2020年、おしゃれイズムのイケメン総集編にご登場、などなど、以上いろいろありました。部活躍でした。さて、次は本日の吉澤さん。2022年5月3日、私が今日1日で出会った吉澤さんをご報告します。朝のワイドショー、ジップ、アイリス大山、記憶のない男編と、ラジオ CM、ワンモーニング、トゥデイズキーナンバーで鈴木ソリオ、20秒 CM、お店で体感編などなど、あと、ネットフリックスで一度死んでみたが5月5日から配信されるよとか、5月頭からアウェイク、映画アウェイクが Amazon プライムで公開されるよとか、割と映画のね、配信がこのゴールデンウィークを機に増えたりとかして、もう嬉しい限りです。というわけで以上、今日も吉澤さんに出会えて幸せでした。さあ、ここからは作品とお芝居について、仮面ライダーフォーゼ24話英雄願望の真中あたりです。の、エクジ白鳥キックナスの秘密を探るフォーゼたちの前に現れたカギ、キャンサー、キジマで、フォーゼとカギが戦うことになりまして、トモコメテオは今度は線路の近くを探ってると、メテオくんがね、どうとかってまたナチュラルなお芝居を繰り広げてまして、そこに白鳥キックナスが現れて、急にです、すごく男らしくグイッとトモコちゃんの腕を掴んで物陰へ引きずり込む。キュンで、なんだか様子が変だからしばらく様子を見ようということで、この江口くんを、少年ですよね、痛めつけるキックナスなんですけど、もう静かに観察していて、この手持ちのバガミール撮影機器を両手で捧げ持つように録画するところがちょっと素敵、生真面目って感じで、優等生っぽい側面をね、こうやってちょいちょい出してくるところがすごくいいなと思うなどしています。真剣な表情が素敵です。で、その映像をライダー部に持ち帰って、みんなにね、言うところ、ここに全ての答えが映っていますと、すっと横目で指し示す、目線だけで指し示すっていうのがうまいですよね。日朝は何度も言いますけど、こう大きい身振り手振りでお送りする処理が多いんですが、こうやって表情でいろいろ指し示していくっていうのがですね、もう流星さんの素敵なところだなと思います。で、ここからなんですね、見どころ。スイッチを取り上げるだけでは解決しないっていうことで、公園を歩かせて困ってる人が現れるのを源太郎が無視する、それを江口くんに何とかさせるという仕掛け、まあ、ドッキリみたいな仕掛けなんですけど、このライダー部のみんながこの困ってる人っていうのをね、次々茶番を演じていくんですが、老人を見送り、外国人を見送り、次に若い女の子に絡んでいく、おい彼女っていう、ザ柄の悪いヤンキー、むちゃくちゃ軽快なステップ、何この縦取り、あとこの背中とね、肩と、もう何しろ上下の動きが
もう本当に楽しいチンピラっぷりですよ。まさか後にね、骨のある本当の不良の時代を作ろうとする人とは思えない軽薄な感じが最高です。で、白鳥くんはそういうのをおどおどと見送るんですけど、の風船が取れない小学生に扮しているゆうきちゃんをついに助けてしまいまして、そこでみんな集合で、パッとサングラスを外しておめでとうってキラキラニコニコする流星くんがキラキラキュンキュン。この髪型素晴らしくこだわってる感じがして、短いシーンなのにナイスな造形です。で、ダークヒーローを生み出してしまったという堅固のセリフにちょっと喉ごくりがあって、そのただこれストーリー自体本編にはね、影響しないんですけど、まあ、メテオ自体もダークヒーローなので思うところがあるという芝居かどうか、ちょっと細かすぎるかもしれないんですが、そういう含みを想像するのもまた楽しいっていう感じで、で、君の中には二つの人格が同居しているんだという、こういう難しい、彼らには難しい感じの説明を受け負うのが優等生流星くんのお仕事ということで、説明係もきちっとこなしまして、で、この白鳥がこれまで出た場面の振り返りで、智子ちゃんと流星くんが二人でさりげなく歩くところなども映りまして、で、そんなこんなで、なるほどってみんながやっとわかりました、で、さあスイッチを渡せというところでラストワンになってしまった。ラストワンっていうのはですね、これをやると、なんていうの、簡単に言うとワンランク上の悪者になっちゃうので、そうなった時に流星くんが探してるアリエスが見つかるかどうかみたいなポイントでもあり、まあ、そうなる前に体を乗っ取られてる高校生を救いたいというターニングポイントでもありっていう感じだと思うんですけど、これのせいでですね、未だにコンビニのくじでラストワンショーとか見ると、この声優さんのラストワンっていうのが私は浮かんできちゃうんですが、そういうわけで、この24話の最大の見どころ、チンピラ茶番の流星くんというのが非常に楽しい回です。はい。というところで今日はここまで。明日はこの続きいきたいと思います。よろしければどうぞお付き合いくださいね。それではまた。